芝コースは重馬場です。早くも8番の成田ブライアン、これが最後の枠入りです。ゲートイン完了、スタートを切りました。8番の成田ブライアン、好スタートを見せました。すぐに1馬身2馬身とリードを取りました。2番手から内を通りましてテイエムスパリンタ、テイエムスパリンタが2番手で8番の成田ブライアンに並びかけまして先頭を奪いました。成田ブライアン2番手、3番手固まって内から勝野朝日、外を通りましてロングユニコーン、さらには陣雷と上がっていきました。成田ブライアンが 4,5 番手の位置に下がりました。その後ろからは3番赤い帽子の時をアクティブであります。これが3番トキオアクティブ、さらにその後ろ2頭 SK クリスタル、外に5番のリーチパレスが並んでおります。第3コーナーのカーブに差し掛かりました。やや縦長の展開となりまして、先頭は今日2戦目テイエムスパリンタが行きました。テイエムスパリンタ1馬身のリード、2番手には6番のロングユニコーンで、ここでちょっと2番のテイエムスパリンタが故障発生か、ずるずると後方まで下がってしまいました。アクシデントがありました。さあ第3コーナーから4コーナーの中間点に向かいますが、先頭はロングユニコーン、ロングユニコーンが先頭だ。外を通りまして成田ブライアン、真ん中7番の陣雷3頭並んでいる。内を通って勝野朝日、さあその後ろからは4番 SK クリスタル、直線コースに向いてまいりました。直線コースに向いてきた、内懸命にロングユニコーン、さらに真ん中からは8番の成田ブライアン、成田ブライアンしかし2番手、先頭はロングユニコーン、成田ブライアンは2番手、3番手ようやく7番の陣雷、そしてうちに1番の勝野朝日ですが、ロングユニコーン先頭で今1着でゴール、2着には8番の成田ブライアンです。